日本でピルが発売されてから20年が経過しました。しかし残念ながら世界におけるピルの普及率に比べますと日本の普及率はまだまだ低いという現状がございます。しかしその一方で555万人の女性が今は使えないが将来は使いたいとピルの服用に対して前向きな姿勢をお持ちいただいていることを私どもは全国データから得ております。日常の診療の中でもピルを使っている女性たちが女性が主体的に使うことのできる避妊法にとどまらず様々なですねピルのメリットを享受していることを承知しております。ぜひピルに対する関心を高めていただき女性活躍が叫ばれている時代でございますのでピルを通して女性自身の生活の質をさらに高められますように心から願っております。